日本がイギリスなどと共同開発する次期戦闘機の輸出ルールの緩和をめぐり、自民党と公明党の政調会長による協議が始まりました。政府と自民党は、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機について、今の制度を緩和し、第三国への輸出を可能としたい考えです。ただ、公明党は、 国民の理解が得られていないなどとして慎重姿勢を示してきました公明党の高木政調会長は共同開発が決まった時点では第三国への輸出は想定されていなかったとして説明を求めていますなぜ、えー、まあ,あ輸出するということになるのか安全保障にとって どういうことになるのか次回の協議は来週にも行われます。